エッシ派は、スペインアンダルシア州セビリア県のムニシピオ。コマルカとしては、シエラスールでセビリアに属する。ローマ帝国の属州だったヒスパニア・バイティカの中心都市の一つであり、かつては、市教座が置かれていた。ヘニル川を渡る鉄道橋アンダルシア州の州と、セビリアから 85km 東の田園地帯に、ある。自治体域は広大な盆地に広がっているため、 山の斜面などの急勾配が顕著に少ない。自治体の総面積978平方キロメートルのうち480平方キロメートルは3度以下の勾配であり、498平方キロメートルは3度から7度の勾配である。グアガルキビール川の支流であるヘニル川が市街地中心部を流れている。エシハの夏季の降水量は、 ほぼないに等しいが、雪解け水が流れるために、川床が乾燥することはない。雨季には、ヘニル川の流量が増す。経済の中心は、オリーブ、穀物、野菜などの農業、牛や馬などの牧畜、繊維産業である。石鹸、オリーブオイル、チョコレートなどを生産しており、繊維製品、比較製品、セラミック製品などを製造している。20以上の境界や、 修道院があり、その建築様式は、ゴシック様式、ムデハル様式、ルネサンス様式、バロック様式、アラブ様式など様々である。フィリピンのルソン島にあるヌエヴァイシハ州は、アンダルシアのエシハから命名された。ファウスト・クルサット・イ・ゴンゴラによって、全省基地としてヌエヴァイシハが設置され、1801年4月25日にヌエヴァイシハ県となった。 1896年には一時的に縫えば石橋となっている。中心地の石地区に加えて8つの集落が自治体を構成している。珍しく雪が降った石橋橋橋は大陸型の地中海性気候である。降水量は不規則であり、6月から8月の夏季が最も少なく、秋季と春季が最も多くなる。 2010年12月には深刻な洪水に見舞われ、特に12月6日の豪雨では大きな被害が出た。年降水量は4 0 0、mm、トルから5 0 0、mm、トルで、あるが、2010年には1 0 7 5 8ト、mm、ルを記録した。年平均湿度は61%であり、年平均風速は1 8ル毎秒である。ヘニル川が形成する盆地に位置するため、 夏季は常に暑く乾燥する。7月と8月には最高気温が平均して摂氏37度となり、摂氏40度を超える日も珍しくない。冬季の最低気温は摂氏5度以下となり、湿度も高い。盆地にあるために冬季には頻繁に霜が降り、暖気より重い冷気が市街地に溜まる。降雪は稀であり。 近年では2006年1月29日と2010年1月10日に記録したのみである。1966年7月には最高気温が摂氏48度に達した。1959年7月9日にはフランスのフィガロガミがエシハの最高気温を摂氏49度と報じ、1959年7月10日にはフィガロガミの記事に基づいて、 スペインの ABC 氏もこの記録を報じているが、この記録が確かなものであるのか議論がなされている。スペインにおける最高気温記録を有しているため、エシハはスペインでアンダルシアのフライパンと呼ばれる。エシハの歴代最低気温記録は2005年1月28日に観測した摂氏マイナス9.1度である。2010年12月には洪水に見舞われた。 2010年1月1日時点の登録人口は4 534人であり、49.33%の19996人が男性、50.67%の2 538人が女性だった。1960年頃のエジ派の人口は5万人に迫っていたが、他地域への人口転出によって、 1970年代初頭には3万6000人をわずかに上回るまでに減少した。2015年の国勢調査による人口は4万2320人であり、セビリア県では、セビリア、ドセルマーナス、アルカラデ・グアダイラ、ウトレーラ、マイレーナ・デル・アルファラーフェに次いで6番目だった。2010年には全住民の3.38%に相当する1370人が、 外国籍だったが、これは、スペイン平均の12.22%を大きく、下回っている。出身地別では、ルーマニアが595人、ブルガリアが145人、コロンビアが129人、中国が63人、モロッコが54人の順だった。古代ローマ時代のモザイク古代、ギリシアや古代ローマの時代、この地域には、アスティニという名の町があった。 グナエウス・ポンペイウスとガイウス・ユリウス・カエサルが争ったローマ内戦では紀元前45年にムンダでムンダの戦いが起こりアスティギはカエサルの側に着いたその見返りとしてカエサルはアスティギの要塞化と再設立を命じているオクタビアヌスの治世この植民史はカエサルの建設計画に従って強化されアスティギターナに解消されたアスティギは ヒスパニア・バエティカに四つある区の一つの中心都市であり、残りの三つには、コルドバ、イスパリス、ガデスがあった。1572年のエシハスエビ族や、西ゴート族が、順にこの地域を支配し、711年以後には、イスラーム教徒のウマイア朝が、イベリア半島に侵入した。ウマイア朝は、アスティギをイーストッチ茶に改称し、今日の名称であるエシホは、 イーストチチャに由来する。1240年には、キリスト教徒のカスティーリアをフェルナンド3世が、この地域の再征服を達成した。16世紀から17世紀には、セビリアと共に、西インド諸島の貿易で繁栄した。18世紀に遡る貴族の邸宅が数多く、残っており、それらの多くは、面白い形状やパターンを持つ、特徴的な建築物である。 1757年の地震では多くの建物が被害を受けたが、教会はかなりの予算をかけて修復された。アスティギはこれまでに発掘されたローマ遺跡の中で最大かつ最とも完全な状態で残っていたが、1998年にフリアン・アルバレスペルニア市長はローマ遺跡を整地して299台分の駐車場とすることを決定した。スペインでは四年ごとに、 地方自治体選挙が行われ、人口によって定められた数の議員と市長が選出される。スペイン国籍、または欧州連合加盟国の国籍を持つ18歳以上の全登録者が地方自治体選挙の選挙権を得る。2015年の地方自治体選挙ではスペイン、社会労働党のダビド・ハビエル・ガルシア・オストスがエシハ市長に選出された。 スペイン首相を務めたホアキン・フランシスコ・パチェコ。ありがとうございます。